のお時間です。マリテンです。スミレです。はい、今月の講師の、先生としてスミレ先生にお越しいただきました。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。ツイッターの X ではめちゃくちゃ拝見しておりました。ありがとうございます。スミレ先生、もう本当に人気で予約が取れないことで有名な風俗講師の先生なんですけども、今回一緒に動画やっていただけるということで緊張します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、今講習をさせていただいてて、基本的には実技の個人の講習と、あと座学でいうとセミナーとかを開催させていただいてます。実技はどういったことを教えられてるんですか？ベッドだったり、あとマット、それから洗剤、はい、あとまあ浴槽のプレーとか、はい、その辺ですね。結構実践的な、はい、そうです。エロエロ技術の感じですね。はい。そしたら講習に来てくださる女の子は結構お風呂屋さんの方が多い感じですか？そうですね、8割以上がもうお風呂屋さんで、まあ、ちょっとだけ風俗エステだったりとか。エステの方もね、はい、洗剤とかありますもんね。なるほどなるほど。ちなみにこう予約が取れないっていうこともね、結構聞くんですが、どのぐらいのスピード感で埋まっちゃうものなんですか？一応24時間受付してるんですけど、はいはい、個人講習は1時間でちょっと100人以上の人に応募いただいて、それは毎月開放されるんですか？あ、そうです。毎月決まった日に開放されて、で開放した瞬間1時間で100名の方から予約が入り、はい、そこから抽選なんですよ。取れませんよ。そうですよね。そうなんですよ。なるほど、はい、抽選、まあ、なんかこの業界抽選でこうお客様お取りしてますっていう人気の風俗嬢さんはいらっしゃいますけど、講師さんでもそんなことがあるんですね。そうなんですよ。申し訳ないんですけど、はい、そんなスミレ先生なんですが、はい、私結構ツイッター拝見して気になったのが、はい、売れてない時代もあったんですよと。講師名がゼロの時代もあったっていうのを見て、本当かよってなってるんですけど。本当です、本当ですか？本当です。もう本当に本誌の方ゼロですし、アンケートもめちゃくちゃ悪くて、最終的にその後売れっ子になったわけじゃないですか、はい、売れっ子さん時代みたいなのは本誌名の本数はどのぐらいだったんですか？一番多くて100本超えさせていただきました。いや、なんていうんですかね、私はデリヘルなので、あんまりこう3桁、まあ100っていう数字って、そこまでちょっとこうピンとこないんですけど、ソープのこう方って、まあ、120分が1億とかですかね。あ、そうです。で、100本ってことですもんね、はい、それを聞くとちょっとめちゃくちゃすごいやんっていう感じなんですが、まあ0から100に、はい、そうですね、振り幅ですよね。なるほどなるほど。それをちょっと今回1本目の動画として詳しく何を変えたのかというか、はい、何がこう変わったかっていうのを聞いていきたいなと思っております。はい。でまずはじめに、なんかこう経歴というか、どの時代のお話だったのかというのを聞きたいです。なんか売れてなかった時代っていうんですか、はい、本誌がゼロの時はもともと私 AV をさせてもらってて、で、まあ、もう出なくなって、でソープに入店して、でなんかちょっと AV 女優だしみたいな感じで、そんな時代があったんですね。あったんです。すごい悪い子の時代があって、まあ働いてあげてるよぐらいのすっごい強いすごい悪い子の時代があって、もう悪魔の時代があったんですけど、でその時代にこうやっぱお客様が来ても、なんかこう全然接客とかも、確かにそもそも意気込みが、違いますからね。はい。なんで、結構こう、もう適当にして、まあ悪いアンケートをいっぱい出す。で、そしたらまあ本指名なんて返ってこないじゃないですか。まあまあ、そうですね。はい。で、それで、そこからずっとこう、そのままいたんですね。で、でも AV だからっていうので、AV 女優っていうのがもう書いてあったんですよ、プロフィールに。それで、なんかネットのお客様とかは、まあ来られる。あ、そっか、じゃあ新規の方は途切れずに。あ、そうなんですよ。なんで、そこで、まあ調子に乗って、まあ私、まあそうだよね。なるほどね。帰ってこないけど、まだ、まだあれなんですね。まだ自信満々なの。自信満々で、プラスなんかお店も、まあ、AV 女優って書いて、プラス顔も全部出してたんですね。なるほど、じゃあお店にとっては結構ありがたいし、押していけるし、みたいな感じですね。で、なんか、まあ私、働いてあげてるよ、みたいな。店の人にも、もう、ルンルンで。
はい、なんかドヤ顔で出勤するみたいな。見てみたいその子。恥ずかしいです。意外すぎます。はい、でそれでずっとこう来たんですけど、うん、まあ、お店も変わるきっかけがあって、はい、まあ、そんな風に活動してると、うん、まあ、だんだん AV 女優の新しい若い女の子も入ってくるわけじゃないですか。そしたらもちろんそっちにお客様行きますよね。でも本誌もいない、だんだん年齢を重ねてるちょっと需要ない人みたいになってきて、はい、やばい本誌を返さなきゃってなって、で、うん、そこからお店を移動して、うん、でしっかり叱られたんですよ。へえ、あ、なるほど、新しいお店では。あ、そうですそうです、うん、店長さんにもうすごい良くないよって、すごいその方もね、あ、そう、優しい方ですから、愛のある方ですね、うん、で、なんかもったいないからみたいな、うん、楽しいお仕事だからもっと楽しさを見つけてほしいってなって、うん、そこからちょっとずつちょっとずつ本誌を頑張って返すようになって、うんうん、最終的にはまあ100本取らせていただきました。すごい、はい、移籍した時に、まあ、怒られた店舗ですか、うん、この怒られた店舗が本当に、まあ、本誌がいないこうちょっと人権ないとか言っちゃいけないですけど、うん、みたいな感じだったんですよ、実際。ありますよね、はい、特にこう昔ながらのお風呂屋さんでは、まあ、 はい、ありますから、はい、なんか普通に、あ、本誌ないなら帰っていいよ、すごいですね、はい、うん、で普通にしょんぼりしながら帰るっていうのがあって、うんうんうん、そこから頑張ろうって思いました。あ、でもそこまでなるとやっぱモチベーションも変わりますもんね。あ、そうですね。そんなすみれ先生なんですが、はい、まあ、本誌0時代と、うん、まあ、本誌100時代があるわけじゃないですか、はい、何か変化としてはポイントありますか、うん、まずはもう本当に自分の中ですごい変わったなって思うのが、言っていいか分かんないんですけど、私、はい、無欠、凍結、遅刻しかしない人だったんですよ。あれですよね、無欠は無断欠勤ですね。そうです、無断欠勤、全部無断ってことですよね。そう、基本無断欠勤、当日欠勤、遅刻、まあ、なんなら早退。すごいだるいな、帰ろ。まあ、さすがに変わりますよね。そうですね、それでやっぱりちゃんと働き出した時に、うん、当たり前にお客様からの信頼と、あとお店の信頼もやっぱなくなるじゃないですか、はいはい、なので、まあ、そうですね、気づくのが遅いけど、まあ確かにそうなんですよ。で、やっぱちゃんと出勤しなきゃっていう、もうベースですね、うん、ちょっとシュンってして、いや、ちょっと行きたくないかもと思っても、うん、絶対仕事には行く。あ、うん、ちゃんとこうお店が変わったタイミングでやっぱり折れてるじゃないですけど、はい、気持ちが変わってるから、はい、もう行って信頼のためにみたいな。、はい、なるほど。他はありますか。他はお客様を本誌で返さなきゃいけないから、うん、楽しく過ごそうっていう気持ちが出てきて、うん、でどういう風にしたらいいかなみたいなのをちゃんと考えて発言したりとか行動したりができるようになりました。はいはいはい、確かに、はい、確かに、もともとはだって来てやってるねって思ってたわけですから、ね、確かに確かに、はい、うん、で具体的にそれが接客に私困れました。やっぱりこう接客中に、うん、なんかなんとなく女の子もわかると思うんですけど、うん、これを言ってほしいんだろうなっていう、うん、なんか発言ってあるじゃないですか、ありますね、男性からの。ありますね、絶対に言いたくなくて、うん、みたいな。いや、これ多分現場の子は、はい、私含めてめちゃくちゃ分かる、うん、分かりますよね、なんか、はい、あ、ここ踏めばいいんだねって分かってても、うん、なんかあれって多分ちょっと負けられないというか、うん、そうですね、うん、変に折れられないというか、うん、そうですね、なんかお客様と戦っちゃうんですよね。そう、なんかと、うーん、こう言っちゃうみたいな。なんかあれは自分のプライドだとか、うん、なんか変なこだわりだとは思うんだけど、うん、そうなんですよ、確かに。こうグッと自分をってして、うん、でやっぱこれを言ってほしいからこう言おうとか、うんうん、まあ、これをしてほしいだろうなって思ったら絶対それをするとかいうのを意識づけました。基本だけどな。そうなんですよ。なんか私もだって未だに疲れてると踏まないとことかなんかうわ、わかるよっつって、そう、トゲトゲの時ありますよね、うん、ダメだっつって、うん、なる時あるけど、それをもうちゃんとやるって決めておくってことですね。 そうです、そうです、うん、そしたら他はありますか。あと、まあ、そこまでじゃあちょっと頑張ってきました、はい、最初はあんまりお仕事自体が好きじゃなかったので、うん、ちょっと自分の中での楽しい部分を見つけるっていうのをしました。すみれ先生の場合はどこが楽しかったんですか。やっぱ私はローションが大好きなので、はい、友達になってローションと親友になったので、そんなボールは友達
ですけどそうです、ローションは友達っていう感じでローションと仲良くなって、うん、そこからもうローション使うもの洗い場とかソープで言うと、はいはいはい、うん、お風呂屋さんだと洗い場とかが楽しくなってきて、うん、ここは私は誰にも負けない、うん、楽しいポイント、そういうものがね一個できるといいですよね、うん、はい。でもなんか聞いていて結構感じたのが、うん、まあ、今のポイントって割とモチベーションとか気持ちの面じゃないですか、うんうん、はい、これを学習したとかじゃないんですね、この技を入手したからとかではなくて、そうですね、うん、モチベーションだなっていうところが結構驚きました、はい、あ、本当ですか、うん、そこから軸にちゃんと技が派生してるんだなっていうのがありますよね、うん、はい、うん、あと他にはありますか。あとはやっぱりこう、うん、お仕事頑張ろう、楽しいところができたってなってくるじゃないですか、はい、うん、そうするとだんだん心のキャパ広がるんですよ、はいはい、なんで余裕が、そうです、そうです、なのでこう余裕ができて、なんかちょっと言われて、うん、なんかそのさっき言ったみたいなトゲトゲの時、うん、言いたくないみたいな時がだんだん少なくなってきますね、はい、うん、めちゃいい循環ですね、はい、最初はめちゃくちゃこうなんか反対してましたけどそうですね、ちゃんと前進し始めたっていう感じですね、はいはい、でもなんか今のすみれ先生を知っている子からすると、うん、そんな時期があったんだっていうのが驚きですし、はい、結構この業界、うん、こう売れっ子はもともと売れてるよみたいな、素質があってみんな売れてるんでしょ、うん、まあどうせっていうのがありますけど、そうじゃないパターンってことですね。そうですね、私は結構あ、まあ、天才型の女の子とか、うん、まあ、聞くじゃないですか、うんうん、し、まあ、自分で見てても、うん、あ、この子すごいなって思うことがいると思うんですけど、うん、私全然そんなタイプじゃなくて、うんうん、もう悪の子だったんでさっきの伝説の聞き方も本当にそうだったんだろうなっていうふうには思いますね、はい、なんでそこで、うん、まあ、ちょっとずつ努力、ちょっとっていう感じで少しずつなんかしていけば絶対大丈夫だと思います。うん、じゃあ誰でも完売場になれますか。なれると思います。おー、なるほど、ありがとうございます。本日の動画はちょっとここまでにはなっちゃうんですけど、うん、はい、この後も引き続き出演いただけるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、すみれ先生の詳細は概要欄に記載してあるんですが、何か告知などありましたら。はい、1月の29日に、1月29日例のプールってあるじゃないですか。はい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 、なんかあそこでマットだったりとか洗剤の新技の開発会をさせていただこうと思ってて、はい、すごいファンキーなところで楽しますね。そうなんですよ、新技、はい、の開発どうなっちゃうんですか。それはなんか新しい今ないやつっていうんですか、うん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 、のをそこでちょっと開発して、で、まあ、そこが見学できたりとか、はいはい、他にもいろんなブースとかを作ろうと思ってますので、はい、ちょっとそれも概要欄に貼らせて、はい、そもそも気になるので、うん、見に行きましょう今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画をよろしくお願いします。お願いします。この動画面白いと思った方は高評価チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。バイバイ。